デビッド・アンソニー・オレアリーは、イングランド・ロンドンのストーク・ニューイントン出身の、元サッカー選手、元アイルランド代表、サッカー指導者。現役時代のポジションは、センターバック。現役生活20年の大部分を、アーセナル FC で過ごしており、そのアーセナルでの公式戦、出場722試合は、クラブ最多出場記録となっている。また、指導者としては、 晩年に在籍したリーズユナイテッド AFC でキャリアをスタートさせ、アストンビラ FC でも指揮をした。2010年代はあるアハリドバイの監督を務めていた。アーセナルアイルランド人の両親の下で、アーセナル FC のハイベリースタジアム近郊に生まれたオレアリーは、1961年に家族でアイルランド、ダブリンのブルーベルへ渡り、 アイルランドのシェルボーに FC で育成された後、マンチェスターユナイテッド FC のトライアル失敗を経て1973年にアーセナルへ練習生として契約し、1975年8月16日のバーンディー FC 戦でトップチーム初出場を飾った。デビュー1期目、しかもわずか17歳だったにもかかわらず公式戦30試合に出場すると、 以後の重機の公式戦で40試合以上に出場しており、1年半首相を務めたようにチームにとって不可欠の選手となる中、テリー・ニール監督のもとで主にウィリー・ヤングとコンビを組み、1978年と1980年の FA カップと1980年の UEFA カップウィナーズカップ1979から80で決勝進出に貢献し、 1979年の FA カップ決勝でのマンチェスターユナイテッド FC 戦を下し、自身初の主要タイトルを獲得した。また、アーセナルではいくつもの出場記録を塗り替えていた。クラブの出場100試合目と200試合目の最年少、記録を打ち立てると26歳で400試合に到達し、ついには1989年11月14日のノリジシティ戦で、 ジョージア・アームストロングの最多出場記録を622試合に更新した。この時点で足首の負傷もあり、ジョージ・グラハム監督がセンターバックのコンビにトニー・アダムスとスティーブ・ボールドを選択していたことで中心選手でなかったものの、同1989から1990シーズンは主に右サイドバックとして20試合以上に出場しており、 最終節で優勝決定戦の形となったアンフィールドでのリバプール FC 戦に先発出場すると無失点に抑えリーグ優勝に貢献した。以後も主に控えだったが1990から91シーズンに再度リーグ優勝、1992から93シーズンには FA カップとフットボールリーグカップの2冠を経験した。 下部組織時代から数え20年と長期間在籍していたアーセナルではトップチームの公式戦でクラブ最多となる722試合に出場しておりその活躍にクラブの公式サイドで行われた世界中のガナーッツファンが選ぶ偉大な選手トップ50で14位に選出されたリーズユナイテッド1993年に自由移籍で プレミアリーグのリーズユナイテッド AFC と契約する。当初はレギュラーだったが、アキレス腱を負傷以降は、欠場が続き、翌1994から95シーズンも、負傷の影響で全試合を欠場した。1995から96シーズン初めまで、クラブから給与をもらっていたが、9月に怪我を再発したために37歳で、現役引退を発表。 リーズでの公式戦はわずか14試合だった。アイルランド人の両親を持つためにアイルランド代表でプレーする資格があり、1976年9月6日のウェンブリースタジアムでのイングランド戦でジョニー・ジャイルズ監督によって初出場を飾る。以降、守備の中心選手としてマーク・ローレンソンとセンターバックでコンビを組み、公認のオーイン・ハンド監督のもとでも、 定期的に起用されていたが、ジャッキー・チャールトン監督就任後の1986年5月に、自国で開催するミニ大会の参加の打診を家族との休日を優先させた影響から、1988年11月までの約2年召集されず、その間の UEFA 欧州選手権1988参加も逃した。その間にケビン・モーランとミック・マッカーシーが守備の 用としての地位を確立していたことで控えに回ることになったが、アイルランド代表史上初の FIFA フフワールドカップとなった 1990FIFA フフワールドカップのルーマニアとの PK 戦で、代表でのハイライトが訪れる。同試合でスティーブ・ストーントンに代わって途中出場し、26分プレーしたオレアリーは0から0の引き分けによる PK 戦のキッカーを任されており、 両チームが4本ずつ成功させた後、相手キッカーのダニエル・ティモフテの PK を、パッド・ボナーを止めると、次の PK を成功させて、準々決勝進出に貢献した。それから3年後の1993年までプレー、しており、u e f a ユーロ9 2予選のトルコ戦で代表初にして、唯一の得点を挙げた。現役引退からほどなくしての1996年9月、 アーセナル時代に支持したグラハム監督の下現役最後を過ごしたリーズユナイテッドの助監督として指導者の道を歩み始めグラハム監督がトッテナムホットスパー FC へ去るまで2年間務めたリーズユナイテッドグラハム監督がトッテナムへ去った後の1998年10月クラブは公認に当初マーティゴニール監督に白羽の矢を立てるも失敗したために オレアリーが監督に昇格し、3年契約を締結すると、監督一期目ながらも1998から99シーズンにリーグ戦で4位につける手腕をお見せ、UEFA カップ1999から2000、出場資格を得る。翌1999から2000シーズンは、欧州カップ戦で準決勝のガラタサライ戦まで進出し、リーグ戦では、 昨季より順位を上げて3位で UEFA チャンピオンズリーグ2000から01出場権を獲得しており、これはプレミアリーグ設立の1992から93シーズン以降でクラブ史上初の UEFA チャンピオンズリーグ参戦となった。これによりリーグで最高の若手監督の一人としての名声を得、さらに UBI ソフトからゲームボーイカラーで 自身の名を冠した、オリーリーマネージャー2000が発売されるほどに、注目された。しかし、1993から94シーズンは、チャンピオンズリーグで旋風を起こして、準決勝のバレンシア CF 戦に出場する一方、リーグ戦では少し順位を下げて、UEFA カップ圏内に終わった。そして、この結果によって、ピーター・リズレール会長が、 定期的なチャンピオンズリーグ参戦を考えて将来のシーズンシート等の収入を見越し予算編成で6000万ポンドを組んで金銭を借りていたことが後にクラブにとって深刻な障害となった翌2001から02シーズンは頻繁に首位となり2002年1月1日まで続く良い前半戦を過ごしていたものの後半戦になると調子を崩して低迷した結果として5位で シーズンを終え、再び、チャンピオンズリーグ出場権を逃した。また、同シーズン中には、リー・ボーヤーとジョナサン・ウッドゲートを含む4人選手が、リーズ市内中心部で、アジア人留学生を暴行したとして起訴されており、この案件に加えて、クラブの資金難で疲弊しているとのクラブの内情を、自身が暴露した、リーズ・ユナイテッド・オントライアルを突如として出版すると、 ピッチ外でも混沌としていた。監督就任から2002年6月までの4年未満で、ウッドゲート、ボーヤー、アラン・スミス、ハリー・キューウェル、スティーブン・マクファイル、アイリク・バッケ、イアン・ハート、ダニー・ミルズ等の多くの若手を次々と育成し、ヤングリーズと呼ばれるチームを作り上げて躍進する。一方、リオ・ファーディナンド、ロビー・ファウラー、ロビー・キーン、マーク・ビルカといった、 選手獲得のために約1億ポンドを費やしており、6位以下こそなかったものの優勝の結果を残すことができず、同月に解雇されて、テリー・ベナブルズ監督に置き換えられた。しかし、この交代劇は財政難による主要選手数人の売却も手伝って、効果を上げるどころか負の連鎖へと陥り、ベルナブルズ、ピーター・リード、エディ・グレート監督の首がすげ替えられるも、 ついに2003から04シーズンにフットボールリーグチャンピオンシップへと降格。それから3年後にクラブは8000万ポンドの負債を抱えて破産を申請し、これに伴い価値点が剥奪されたためシーズン終了を待たずしてフットボールリーグ1へと転落した。2007年、その衰退していくチームに関するインタビューでファンは素晴らしく良い時間を過ごした。 ここを離れたくはなかった。クラブが踏みとどまるのを望んでいると語り、また、リズデール会長が去った後に、リーズの監督に復帰したいとも述べた。アストン・ウィラリーズ・ユナイテッド解雇に伴い、自由契約となった後、2002から03シーズン中は、様々なクラブから関心を寄せられ、特に10月には、リード監督の公認候補の一人として、サンダーランド AFC の実機監督に、 名前が上がっており、3月には、ハワード・ウィルキンソン監督の公認候補として、サンダーランドの次期監督に再度名前を連ねていた。また、両方の時期に、自身の師匠である、グラハム監督も、公認候補の一人だった。しかし、最終的には2003年5月にアストン・ビラ、FC と契約するまでは、無所属だった。グレアム・テイラー監督の公認として3年契約を、 締結したアストンビラでは、昨季16位だったチームの再建を任されての就任だったが、11月上旬まで降格権寸前にいた。この状況を資金不足により限られた陣容で打開することになったオレアリーは、前任のテイラー監督の下で不審だったストライカーのファンパブロ・アンヘルに全幅の信頼を寄せ、アンヘルもその期待に応えると、チームは、 最終節までに欧州カップ出場圏内まで順位を上げていた。最終的に6位でシーズンを終了し、ミルウォール FC が FA カップ決勝戦へ進出したことに加え、ミドルズブラ FC がリーグカップで優勝したことで、欧州カップ戦参加にあと一歩届かなかったものの、苦しい台所事情にありながらも一定の成果を上げることに成功した。 昨季よりも上の順位を見据えてのスタートを切った2004から05シーズンは、タグエリス会長から緊縮が告げられ、補強資金は制限されていたにもかかわらず、ディフェンダーのマルティン・ラウルセンとバーツラフ・ドロブニー、ミッドフィルダーのマティー・ベルソン、フォワードのカールトン・コールとフィールドプレイヤーの全ポジションに手こ入れをしたにもかかわらず、エースのアンケルが、昨季の半分以下の得点しか上げられなかったことも、 影響して、順位を下げ、順位の結果に終わっており、シーズン中には広角圏内にもいた。また、自身のモチベーターとしての能力を、ファンから疑問視されていたが、戦力外と見られていたリー・ヘンドリーと不安定さを見せていたノルベルト・ソラーノを復活させ、疑問を払拭している。翌2 0 0 5から06シーズンは、ミラン・バロシュとケビン・フィリップスを含む8選手の、 大型補強を観光し、チームの質を上げたかに思われたが、さらに順位を下げる結果となり、また、自身が、ファンは移り気なものと言い放ったことで、ファンとの関係も悪化していた。開幕17試合で、勝ち点わずか17と不振に苦しみ、12月の時点では降格圏内寸前にあり、さらに、リーグカップでは3部のドンカスター・ローバーズ、FC 相手に0から3と敗北する、 と、ファンとメディアから非難される。しかし、冬の期間でエバートン FC 戦とミドルズブラ FC 戦で勝利し、首位を独走するチェルシー FC 戦で引き分けに持ち込んで改善の兆しを見せ、最終的に広角圏より2つ上の16位でシーズンを終了した。なお、ライバル関係にあるバーミンガムシティ FC と、 ウエストブロムビッチアルビオン FC が降格したことによって、新シーズンはアストンビラだけが、ウエストミッドランズを拠点とする唯一のクラブとなった。2005から06シーズン終了後にオレアリーとクラブ、双方の周囲で嵐が吹き荒れた。2006年7月14日にアストンビラの選手からエリス会長を批判する共同声明が出され、19日には双方合意によって、 オレアリーの契約が解除されることになる。それから数ヶ月後に、エリス会長からランディラーナー会長へと交代し、オニール監督が新たに就任した。あるアハリ2010年7月4日に、ヘンクテンカテ監督の公認として、UAE リーグのあるアハリドバイで監督業に復帰し、最初の仕事は、新加入のファビオ・カンナバーロー首相に据えることだった。2011年4月2日に、 あるジャジーラクラブ戦で敗北したことを受けて解任され、22日に正式にクラブからロイエート県女監督と共に解任が発表された。しかし、3年契約のうち2年を残しての解任だったことで、あるあはりからの保証を得るために2012年3月に FIFA フフへ助力を求め、2013年5月に520万ドルの保証を獲得した。その際に、 クラブ側は15試合後にオレアリーの方から辞任したと訴えるも帰却されている。オレアリーの弟ピアースも同じく元アイルランド代表であり引退後はクリーニング事業を展開していたが2013年に負債により倒産している。またピアースの息子ライアンもサッカー選手で生まれ育ったスコットランドを選択したために年代別のスコットランド代表でのプレー経験を持つ。 アーセナル FC クラブ個人勝ち点は76で並び、得失点差も37で並んでいたが、得点数で上回ったため、ありがとうございます。